はい、どうも皆さんこんばんは、マー君でございます。本日もお夕飯を作ってまいりたいと思います。本日のお夕飯はこちら、業務スーパーで買ってきました、本ジリックシですね。単純には焼き鳥の本ジリですよが入ってるやつです入ってるやつですね。でなんかこれ、ね、スチーム加熱されてるそうなんで、フライパンで焼き目をつけて、塩でね食べたいと思っております。はい、それとこちら、タイですね。こちらはですね、酒蒸しにしたいなと思っております。はい、とりあえず、タイに塩を振って、しばらく置いて水気を出します。タイに塩振ります。ちょっと今ねタイにね塩を振ったんですけど、ちょっとね想像以上にねちょっと匂いがね生臭いんですよ。まあ、半額で買ったから仕方ないんですけど、ちょっとこれね酒蒸しにしたらね多分すごい生臭くなると思うので、塩焼きに変更します。はい、焼いた方が生臭さは消えると思います。まあ、普通に本尻なんですけど、これスチーム加熱されてるそうなので、フライパンでね焼き目だけつけていきたいと思います。はい、油は引かないです。はい、それではお夕飯にしましょう。今日は本汁と、結果的にはタイの塩焼きと味噌汁になりました。酒蒸し中止。ちょっとね生臭かったね、タイが。まあ半額で買ったからさ文句は言えねえやな。あ、半額以下だったんだ。酒蒸しはね鮮度が良くないとねちょっと臭くなるからさ。すごいシンプルな味付けじゃない酒蒸しって。まあこういう日もあるさ。はい、乾杯。とりあえず本日食おう。本汁前からね焼き鳥屋さんで食べる本汁はね、まあ、これが美味しいかどうかわかんないよ、業務スーパーの。とりあえずまだ味付けはしないんで味塩をねかけて食べたいと思います。ではいただきます。
抜群にうまい。ああ、もうあの立派な本汁ですね。うんうん、まあのスチーム加熱されてるっていうんで、あの焼くのも楽だしね、これ。うん、まあ、でも結構ね、油が出ましたよ、フライパンの中にたっぷりと。だから絶対油引かずに焼いた方がいい。あー、うめ。今日なんかあんまりテンション上がんないんだよな。ゴールデンウィークもあと1日だよ。テンションだだ下がりだね、もう今。もうため息ばっかり出るよ、もう。とりあえずタイ食べよう。タイの塩焼きね。ちょいちょろっと、仕上げいただきます。おいしいね。おいしいっすよ。なんか実は今日なんか食欲がなくて、お昼ご飯も食べてないんだよね。だからすごいお腹は減ってんだけど、食欲が出ないね。食べないと痩せちゃうからな。ダメだ、食べれないわ。全く食欲ないわ。本汁すごい美味しいです。美味しいですよ、この本汁。ダメだ、食えない今日は。ごちそうさまでした。それでは皆さん、またお会いしましょう。さよなら。